7TP は第二次世界大戦で使用されたポーランドの軽戦車であるイギリス製のビッカース・ロットン戦車のライセンス生産型だがポーランド独自の改良が施されている 7TP は1939年のドイツによる侵攻当時ポーランド軍が装備する最も強力な戦車であったビッカース・ロットン戦車は当時旧式化した ルノー FT-17 軽戦車の更新需要を狙って A ビッカース・アームストロング社により1920年代末に開発され1930年代にかけて各国に輸出されたポーランドは1931年に50両の購入契約を結ぶとともにライセンス生産権を入手した購入契約をした50両に関してはうち38両がポーランドに到着した これらはすべて双方糖型のタイプ A だったが、後にパーツが追加購入され、22両が単方糖のタイプ b 仕様に回収された。ポーランドでの生産型はオリジナルのビッカースマーク E のままではなく、試作者であるボーブマイナス33において独自の改良が施された。最大の改良点はオリジナルのアームストロングシドレー。 ピューマ空冷水平対抗4気筒ガソリンエンジン 80HP からプシンズ235液冷凍立直列6気筒ディーゼルエンジンに換装したことでこれにより機関室は戦闘室と同じ高さまで増積されたまた車体各部の走行圧もマーク E よりわずかに厚くされ重量が2トンほど増えたのでサスペンションも強化されたこのポーランド国産の改良型は 最終的にポーランド軍7トン戦車を意味する 7TP と名付けられた。1934年に生産が開始されたが、初期に生産された方は、暫定的にビッカースロットン戦車タイプ A と同じ双方等に WZ-30 機関銃を装備した。資料3型はボホース 37mm 対戦車砲の車載型である WZ-37 戦車砲を搭載した。 単砲塔型で1937年末もしくは1938年に生産が開始された。単砲塔型は1939年の第二次世界大戦開戦時にポーランドが保有していた戦闘車両の中で最も有力なものであった。しかし、開戦までに生産されていた 7TP は130両から140両程度に過ぎず、 実戦での活躍はごく限られたものだった。ポーランドを占領したドイツ軍は露覚した 7TP を PZKPFW7TP として占領地の警備などに用いていた。また短期間ではあるが、相当護衛大隊の第4中隊として21両が配備されていたこともあった。7TP 双方等型 7TP7TP TP 最小の量産型。 ビッカースマーク E 双方灯型と略動型の2つの重灯を持つ WZ30 機重2丁を装備24両が生産された。増積された機関室以外の車体基本構成はビッカースマーク E に準じるが若干装甲が厚くされ、また点検口が設けられた車体全部上面層甲板、小回収された足回りなど細部には違いがある。資料により、 7TPDW と書かれている場合があるが、これは戦後の西側の文献で便宜的に使われた故障で、この戦車が使われた当時は特別な呼び分け話されていなかった。7TP7TP の主量産型、ボフォース 37mm 戦車砲を搭載100両余りが生産された。プロトタイプの砲塔はスウェーデンのボフォース車で砲に合わせて設計されたもので、同じく スウェーデン製のランズベルク装甲車、ランズベルク L60KK 戦車に使われた砲塔と似た形状を持つ。プロトタイプの砲塔は、砲塔後面にハッチを持ち、上面はペリスコープのみでハッチはなかったが、量産型では、砲塔後部にバスる上面右側にハッチが設けられた。上面左側には単純な回転式のペリスコープ、上面右側には、 グンドラフ式ペリスコープが装着されている。機関室後面は、初期生産型は双方等型同様点検ハッチの、ほぼ全面にわたるルーバーと低い位置に装着された排気マフラーを持っていたが、標準型では、ルーバーはなくなりマフラーも高い位置に移されている。資料によっては、便宜的に 7TPJW と呼ばれる C7P7TP をベースにした、非走行の重砲牽引車。 車両回収車、約150両が生産された。初期の試作型である C6T はエンジンが車体全部に置かれ、軌道輪が後部、誘導輪が全部という戦車型と逆のレイアウトだったが、C7P では戦車型と同じ配置に戻されている。重砲牽引車としては、主に 220mmWZ32 ルダン砲の牽引に用いられた。 QTP-7TP の改良型として、よりコンパクトなエンジンを搭載し、走行形状も見直したタイプが計画された。ザウラー CT-1D ディーゼルエンジン、およびプシンズ。725ガソリンエンジン搭載型の2種が、それぞれ国営技術交渉及び走行部隊技術調査室で開発された。これらは一般に QTP の名称で知られるが、この名前は、 戦後になって便宜的に使われ始めたもので、開発時には単純に強化型 7TP と呼ばれていた。一両の 7TP にザウラー CT1D を搭載し、テストされた。1939年夏、プシンズにおいて2両の試作車が作られ、さらに9月までに11両が生産されたとする、資料もあるが、ワールド・オブ・タンクス・タンホー,ー型が、ポーランド系戦車 7TP として、 開発可能。ガールズパンツァーポンプル高校が使用する車両として登場。双方灯型、単方灯型の両方が登場。ありがとうございます。